ソーシャルメディアをビジネスに活用したいあなたのための最新海外ソーシャルメディア事例を加藤正雄が毎朝お届けしちゃいますーー皆さん。おはようございます。モーニングユージット。今日は2011年4月4日月曜日第115回目のモーニングユージットです。動画だけを見られている方はユージットあなたが主役で検索してみてください。フェイスブックページユージットあなたが主役では皆さんのコメントでわいわい、ガヤガヤ盛り上がっておりますのでぜひ。 お気軽にコメントを寄せくださいね。えー、オルタナティブブログやっております。和のソーシャルメディアというふうに検索していただければ幸いです。ぜひ、えー、深くまで書いていきますので、読みくださいね。ソーシャルメディアコンサルティングやっております。ご興味のある方は、カトワとユージット .jp までお問い合わせください。それではですね、今日お届けしたいのが、フォースクエアエティケットいうことで、いつや、wrong or right way to check in というふうな。 タイトルでちょっとまあお手軽な話題を今日はお届けしていきたいなと思うんですけれどもまあネチケットっていう言葉がありますよねネットでのエチケットっていうところなんですけれどもまあソーシャルメディアにおいても当然そのネチケットはあるわけでえ特にこのフォースクエアというですねえどこどこの場所に行きましたよ誰々と一緒にいますよっていうことをソーシャルに展開しることのできるこのフォースクエアにおいても うんエチケットってあるんじゃないみたいなことが、えー、今日提案されてる記事の内容ですね。まああまりこうで何々でなければならないみたいなそういうですね何々べき論になってしまうとそもそも面白くなくなってしまうと思うんですが、えー、実際じゃあちょっと見てみたいなというふうに思います。これがこの記事ですね。まあこの、えー、とそもそもス t u d i o Notes by Shai って書いてあってここに写真が載ってますよね。 この子が書,かれ書いてるやつみたいなんですけど、えー、とそもそも、オン・ザ・クリエイティブ・ギーク・ライフという風に書いてありますね、えー。クリエイティブなギーク・ライフということで、えー、やっていきたいんですが、フォースクエア・ポリスという風に書いてありますね。まあ、こういう絵の使い方が結構やっぱりあのいつも海外のブログは面白くて、あのエッジがってていいなと思うんですが、まあ、えっ、ー、とですね。 一応ここにが、do と don とって書いてあるんですね。例えば、check into places where you are out and about ということで、まあそもそも自分自身が本当に行っている場所についてチェックインする。add a new place only when you really can't find or check in for where you are ということで、まあチェックインするときに、あれこの場所まだ登録されてないなっていうときにだけ新しい場所については、えー、追加をすると。 Also, j u c k ask and check into real places. とということで、えーまあ、本当の場所ですねあの。本当に実在する場所について、えー、追加もするし、チェックインもすると。Do monitor and limit the Foursquare sharing in your other social networks. という、まあ、Foursquare っていうのはですね。あのまあ、しっかり、まあ、シェアをしていくっていう時にあたっては、特に気をつけないとねということで。 まあ、ある、とある外国人の人に聞いたことありますが、彼はアメリカ人かな。えー、そもそも、えー、Facebook でチェックインをするんじゃなくて、Foursquare でやりたいのは、あまりにも拡散してしまうのが、ソーシャルになりすぎるのが嫌だからということを聞いたことがありますね。だから、そういう意味でも、あのソーシャルに展開していくっていうときに、何でもかんでもやっていいわけではないよということだったりとかね。Do help make the Foursquare community more useful ということで。 まあ、そもそも何のためにやるのかみたいなことをしっかり押さえていけばいいですよねということです。フォース Square っていうコミュニティをもっとユースフルに、えー、使えて楽しい場所にするために貢献しようというようなあのところでやっていけば的が外れないということですね。逆に check into places when you are、uh, You are not really there, ということでね、そもそも行ってもいないのをチェックインする。まあそういうことが起きちゃってるわけですね。チェックインと places where you are just passing through, ということで別に行ってはいない、ただ通りすぎただけのチェックインするとか。Add people in your Fosco friends network, unless you're comfortable showing your whereabouts with them, ということで彼らがですね、きちんとその一緒にこの友人といますよっていうような時に彼らがそれを 今ここにいるんだみたいなこととかをですね、あ、いいよっていうか、あの快適に感じるこんな場所に一緒にいるんだっていうようにいるのをあのシェアするのを嫌がらないような状況かどうかっていうのをため確かめないでシェアしてしまったりとかですね。Make check-in g in a priority unless you are, in, you are in a really important event where it's necessary to do check-in ということで。まあ、あの、まあ、何て言うんでしょう。 ついでっていうところでしょ、そもそもチェックインってっていうことで。ね、あの、なんか、あの、どうしてもチェックインをしなければならないっていうようなとこじゃなくて、まあ、気軽にチェックインしていこうよっていうことですね。えー、書いてあるわけです。ということで、まあ、あの、まあ、フォースケアとの付き合い方っていうことで、まあ、あくまでこれが正解とかそういうふうに言うつもりはないんですけど、まあ、いろいろソーシャルメディアを取り扱っていく上でも、なんか、あの、ね、 ヒントになることがあればいいいなとと思っててシェアさせたただきましたまし、あ、も,もかく的外れに、えー、ソーシャルメディアやっても、ね、人を不快にさせたりするようなことがあるだけなのでくれぐれも自分も気をつけたいと思うんですがあの皆さんはどのようにお感じになられたでしょうかフォースケアのエチケットから、えーね、いろいろ何か皆さんのヒントになっていけばいいなというふうに思います。ということで。 えー、今週のモーニングリュートもお楽しみに、ステイチューン、バーイ